津田さんと小松さんは今回の糸で3度目の共演となりますけれども、そうですね、はい、事前にアンケートでお互いの印象を聞いております。まず津田さんから見た小松さんの印象を、実は衣装部助手ですということなんですが、どういうことでしょうか。他にあんまこんな人見たことないなと思ったのが、自分が撮影ない日に現場来て衣装部さんの手伝いしてる。小松さんから見た津田さんの印象です、実は小学生ですということですが、これはどういうことでしょうか。撮影が終わった後になんか近くに海があったんでみんなで海行ったんですよ。そしたら私服でその海に飛び込んでって、そのまま 入っちゃったって、みんなえっみたいな、まさかそんなことするなんて思ってもなかったから。いや、なんかそんな時があったんだ。なんでしょうか。どんな役。難しいね。いや、じゃあ分かった。何しか聞くの。役柄を私はネイリストを目指してて、海外に行って一人でもがいて頑張って生活していくっていう。めっちゃ分かりやすいさすが。少し直してほしいところがあるということなんですが、まずは津田さんいかがでしょうか。いや、めっちゃ洋服好きなんです、撮影現場とか基本的にもうダルダルのパジャマとかで行ったりするじゃないですか、小松菜奈が現場にいるってなるとそれができなくなる。ファッションチェックしてない。ちょっとその奈々ちゃんがちゃんとしてるから自分もある程度ちゃんとしなきゃな。そう、なんかおしゃれにしていかないとなっていう、ちゃんとコーディネート組もうみたいな。